ムクダハンより、右側と左側通行の境目タイ側の国境検問所第二タイラオス有効橋は、タイのムクダハーンとラオスのサワンナケートとを結ぶメコン川に架けられた二本目の橋。ビエンチャンのオンカーイカンの有効橋に次いで二番目に建設された両国国境をまたぐ橋である。日本の ODAU 資金の円借貫道によって建設された。 試工業者は日本のゼネコン、三井住友建設である。2003年12月より工事が開始され、3年の期間を経て2006年12月に竣工した。2006年12月20日に開通式が実施された。車両の通行は翌年2007年1月10日より正式に供用が開始された。ただし現在は朝6時から 夜10時までしかラオスとタイの国境施設が開いていない。橋の全長は川横断部が1600メートル、取付部がラオス側とタイ側合わせて450メートルで合計2050メートルである。橋の構造は多形間連続ラーメン PC 箱下多を基本としているが仏教の合唱をモチーフとして取り入れるため一部をエクストラドーズド橋としている。 上下に車線の車道と歩道が整備されている。同郷の完成によって、ベトナム、ラオス、タイ、ミャンマーの国々が、東西に結ぶ、東西経済回廊が完成し、メコン川の南北の海運軸とともに、人的、物的交流を通じて、同地域の発展に寄与することが期待されている。ありがとうございます。